こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サンシャインチャイム、好スタート。ブロリーサマー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくブロリーサマー行きました。続いて前へ行くのはブリークロンド、さらにはサンシャインチャイム、2番アドラーブル、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。サンシャインチャイム先手を取りました。オレンジの帽子ブリークロンド、その後ろ。その外からレジェンドファッション、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭からサンシャインチャイム先手を取りました。さらにはグリークロンドン、その隣にレジェンドファッション、その横にクリアロジック、すぐ後ろにアルーリングメーカー、さらにはプレイディメガトン、並んで10番フローレスリー、ソウルアクトレス、そのうちに続いています。その後ろにキャロットヘブン、さらにはリンドナイト、最後方にサンライトフローリップ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。9番サンシャインチャイム依然として先頭、2番アドラーブル2番手を追走。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。アドラーブル早くも先頭、サンシャインチャイムほとんど差がありません。グリークロンドン3番手、さあアドラーブルこのまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アドラーブル先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はフローレスリー、あと 200m、 アドラーブル先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はフローレスリー、完璧です。圧倒的な強さを見せましたアドラーブル。1着2着はフローレスリー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アドラーブルまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スパイピクニック、ちょっと出遅れ。さあ先行争い、シェルチェスト前に行きそうです。オレンジポート、それに続いています。さらにはバトルトレジャー、3番マーベラスキャンディー、その後ろ。スパイピクニック、後方からの競馬では、前の方から見てみましょう。先手を取ったのはシェルチェスト、カワチサンド、好位をキープ、アローミニスター、すぐ後ろ。その外にオレンジポート、レディアイス、そのうちに続いています。その外にローブキャスター、ヤングレグルス、そのうちに続いています。その隣にロンドンクロケット、スパイピクニック、すぐ後ろ。最後方にファイティングシャレード、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。7番シェルチェスト依然として先頭、その隣にオレンジポート、その横にノースチャンネル、その外からローブキャスター、好位置をキープしています。カワチサンド、並んで8番パフメスアフェア、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から、先手を取ったのはオレンジポート、すぐ隣にノースチャンネル、すぐ後ろにシェルチェスト、好位置をキープしています。カワチサンド、その隣にパフメスアフェア、その横にローブキャスター、その外にバトルトレジャー、アローミニスター、そのうちに続いています。並んで12番スパイティクニック、ロンドンクロケット、この馬もこのグループ、すぐ隣にヤングレグルス、その横にレディアイス、すぐ後ろにファイティングシャレード、最後方にマーベラスキャンディー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてオレンジポート、ノースチャンネル、ほとんど差がありません。シェルチェスト3番手、カワチサンド B1 です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。オレンジポート先頭、差はほとんどありません。2番手はローブキャスター、残り 200m、 オレンジポート先頭だ。残り 100m、 ロンドンクロケット、抜けたローブキャスター、追いすがります。カワチサンド、カワチサンド1着、2着にはどうやらロンドンクロケット、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カワチサンド、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、イタリアンプレイ前に行きそうです。ザイーテン、それに続いています。さらにはローレルデライト、6番グッドアンジェロ、その後ろラグビーキャンディー、後方から。それでは先頭から。先手を取ったのはグッドアンジェロ、少し間が空いてイタリアンプレイ好位置をキープしています。桜爆心王、内からはパールアルデル、ザイーテン、それに続きます。黒の帽子ウルフハウンド、その後ろ、その外からフェアウェイ、その後ろからはルビーレター、少し開いてローレルデライト、内からはジャンボインディア。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立った桜爆心王、あと 200m、 後続を完全に引き離した。桜爆心王抜けた、このまま決まるのか。2番手はウルフハウンド、桜爆心王独走、桜爆心王ぶっちぎりです。桜爆心王1着、2着はウルフハウンド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。桜爆心王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スパイホルム好スタート、マリーキャプテン、この馬も好スタートを切りました。サニーマミー、前に行きそうです。マンハッタンスタイル、それに続いています。さらにはマリーキャプテン、13番アラビアバッド、その後ろシンタナ、後方に控えました。もう一度先頭からスパイホルム、先手を取りました。内からはサニーマミー、その隣にマンハッタンスタイル、その外にアラビアバッグ、黒の帽子マリーキャプテン、その後ろすぐ隣にフライトキャンドル、イントレピリティ、すぐ後ろ雪の美人、いい位置です。その隣にアップエナジー、その横にオートアロマ、レディーワールド、この馬もこのグループ。すぐ後ろにノースメンバー、エイティブレース、すぐ後ろピンクの帽子ウィミズバイト、その後ろ最後方にシンタラ。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはマンハッタンスタイル、その横にサニーマミー、スパイホルム、この馬もこのグループ、すぐ後ろにフライトキャンドル、並んで3番マリーキャプテン、その後ろからはアラビアバッグ、その隣にイントレピリティ、雪の美人、いい位置です。緑の帽子オートアロマ、その後ろ前はマンハッタンスタイル、サニーマミー、ほとんど差がありません。スパイホルム3番手、雪の美人、いい位置です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。先頭はスパイフォルム、スパイフォルム先頭、2番手はサニーマミー、追いすがります。イントレピリティいっぱいになった。スパイフォルム先頭、差はほとんどありません。あと 200m、 スパイフォルム先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。イントレピリティ差し切った。一気にウィミズバイト、イントレピリティ大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。
ました西のフラワー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ベイバーコンダクト前に行きそうです。ファッションシバリエ、それに続いています。さらにはサザンホール、5番オールキャメロン、その後ろベルニエランプルール、後方から、それでは先頭からベイバーコンダクト先手を取りました。その外からファッションシバリエ、内からはサザンホール、オールキャメロン、そのうちに続いています。その外にスピードチーフ、その外からシャトーウィンザー、内からはシークレットコーラル、その外からコートキャプテン、内からはサンダージーニアス、その外からカリスマウーマン、内からはアラビアエリート、しんがりからベルニエランプルール。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのはフェイバーコンダクト、並んで11番サザンホール、好位置をキープしています。西のフラワー、内からはシークレットコーラル、その外からシャトーウィンザー、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立った西のフラワー、西のフラワー先頭、残り 200m、 西のフラワー先頭だ、残り 100m、 西のフラワー差を広げる。2番手はシークレットコーラル、西のフラワー今ゴールイン、段違いの強さです。西のフラワー1着、2着はシークレットコーラル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。西のフラワー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ花を切るのはどの馬か。センターグルーム前に行きそうです。サーストンウッド、それに続いています。さらにはタイムトゥシップ、1番グリーンサウンド、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはセンターグルーム、内からはサーストンウッド、その隣にレーズサンクス、その横にタイムトゥシップ、クリアクロケット、この馬もこのグループ。では前の方から見てみましょう。センターグルーム先手を取りました。内からはサーストンウッド、並んで8番レーズサンクス、黄色の帽子、クリアクロケット、その後ろタイムトゥシップ、すぐ後ろ、並んで1番グリーンサウンド、キラーマックス、すぐ後ろ、その隣にベルナンド、その横にブリリアントステージ、すぐ後ろにマスタースプリング、キャッスルシャレード、すぐ後ろ、内からはヒートドーター、オレンジの帽子、パレスルーブル、その後ろしんがりからサクセスボール。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。16番ステージチャンプ、一気に先頭に立ちました。センターグルーム、それに続いています。内からはレーズサンクス、その隣にクリアクロケット、その横にグリーンサウンド、キラーマックス、この馬もこのグループ。すぐ隣にタイムトゥシップ、その外からキャッスルシャレード、赤の帽子、マスタースプリング、その後ろ。各馬ミディアムトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から。センターグルーム先手を取りました。すぐ後ろにサーストンウッド、さらにはレーズサンクス、好位置をキープしています。ステージチャンプ、これに続いてグリーンサウンド、その外にキラーマックス、その隣にクリアクロケット、その横にマスタースプリング、キャッスルシャレード、この馬もこのグループ。内からはタイムトゥシップ、先頭は依然としてセンターグルーム、センターグルーム、さらにリードを広げます。2番手はステージチャンプ、絶好の手応えです。先頭はステージチャンプ、ステージチャンプ先頭、2番手はセンターグルーム、懸命に追いすがります。やはりステージチャンプ先頭だ。サクセスボール頑張る。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ステージチャンプ先頭、後続との差は3馬身以上。このリードを保てるか。2番手はスピークシグナル、残り 100m、 これは強い。2番手はサクセスボール、ステージチャンプ先頭だ。ステージチャンプ1着、ステージチャンプ完勝。ステージチャンプ1着、2着はサクセスボール、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ステージチャンプ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
東京競馬場、本日の第5レースの発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。先行争い何が行くでしょうか。スパイクリーク前に行きそうです。続いてグロリーシャルマン、その外にクリーアイディア、その隣にラシアントーン、ナリタブライアン、後ろからロングコロナ、そのうちに続いています。内からはサビーフォース、最後方に東海キャット、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度7番クリーアイディア、レースを引っ張ります。その後ろにスパイクリーク、その隣にラシアントーン、その後ろからは東海キャット、ロングコロナ、すぐ後ろ、内からはグロリーシャルマン。これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。一番人気のナリタブライアン、現在先団です。先頭は依然としてフリーアイディア、まだ粘っています。2番手はナリタブライアン、絶好の手応えです。ロングコロナ3番手、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭はナリタブライアン、ナリタブライアン先頭です。引き離しにかかりました。2番手はロングコロナ、懸命に追いすがります。やはりナリタブライアン先頭だ。残り 200m、 ナリタブライアン先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はロングコロナ、ナリタブライアン独走、ナリタブライアンぶっちぎりです。ナリタブライアン1着、2着はロングコロナ、これは桁外れの強さだ。ナリタブライアン。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは岸バレー、岸バレー先頭。2番手はアグネスパレード、追いすがります。やはり岸バレー先頭だ。あと 200m、 岸バレー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。岸バレー先頭、エアダブリン追いすがります。岸バレーもう一伸び、岸バレー、岸バレー1着、2着にはどうやらエアダブリン、岸バレー見事一番人気に応えました。
クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝3000メートル。三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のクラウンシティ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。バラードパワー好スタートを切りました。名勝リコール、この馬も好スタートを切りました。ビワハヤヒデ前に行きそうです。続いていくのがシクレノンシェリフ、その外にクラウンシティ、アドマイヤナイル、すぐ後ろ、その外にウイニングチケット、白の帽子、レームハリケーン、その後ろ、内からは当選リーガル、ジャッジシュート、そのうちに続いています。内からはアドマイヤウィーク、さらにはグリークゴージャス、成田大臣、後ろからしんがりからスイープコース、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から先手を取ったのはビワハヤヒデ、すぐ後ろに成田ファンキー、その後ろからは名勝リコール、これに続いてウイニングチケット、クラウンシチ、すぐ後ろ並んで16番、ダンシングカルメン、アドマイヤナイル、この馬もこのグループ、その外にスイープコース、レームハリケーン、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気の成田大臣、現在後方からビワハヤヒデ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方からシクレノンシェリフ先手を取りました。その隣に成田ファンキー、その横にバラードタワー、ビワハヤヒデ、すぐ後ろ、内からはエームハリケーン、その外からクラウンシチ、白の帽子、アドマイヤウィーク、その後ろグリークゴージャス、すぐ後ろ、その後ろにウイニングチケット、さらにはアドマイヤナイル、その後ろにシンボリバンダム。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。さあ先頭は名勝リコール、成田ファンティー、ほとんど差がありません。シクレノンシェリフ3番手、成田大臣いい位置、果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は成田ファンキー、4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立ったバラードタワー、ビワハヤヒデ先頭、2番手は名勝リコール、あと 200m、 ビワハヤヒデ先頭だ。ビワハヤヒデ力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手は成田大臣、ビワハヤヒデ独走、ビワハヤヒデぶっちぎりです。ビワハヤヒデ1着、2着は成田大臣、見事に勝ちました。ビワハヤヒデ成田大臣2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。Thank you.